ヘリオ。三重視使いの我、三ヶ月の修正なしに静かに消え、そしてやっと三ヶ月目が始まりました。しんど。いや、これね、そのバランス調整がさ、三ヶ月ごとじゃないですか。そのシーズン、なんとかみたいな感じのね、区切りがクラロンにはあるんですけども、まあ、それのね、今まで一ヶ月ごとにシーズン変わってたんですけども、マルチは1ヶ月ごとで変わるんですけど、そのバランス調整自体は3ヶ月ごとに変わるので、長いっすよね、シンプルに。次のバランス調整多分3月ぐらいかな。俺もね、クリエイターコードを、いただいたので、ゲーム内でね、剣取って打つと、課金のところの一番下のところで打つと、クリエイターコードで支援できるんですけども、まあ、今後、新情報とか、新カード情報、まあ、アップデート内容とかも、まあ、早めに紹介できたりするのかなと思うので、よかったら皆さんチェックしてみてください。ヘイヨー、ケンツメッシュ。実際今日もね、クラやっていくんですけど、今日はですね、この、高回転ボールブレーカーを使っていこうかなと思ってます。俺の動画でね、ボールブレーカー紹介していくことって全然ないと思うんだけど、めちゃめちゃ下手くそで、本当に、もう、ロイジャイはまあ練習したか。バルーンとか、このウォールブレイカーとかホグが、まあ俺の中ではね、下手で、すごいみんなもね、確かに使ってるイメージねえなって思うと思うんですけども、やっぱウォールブレイカーね、義務教育なんで練習したいなと思って、いろんなね、ウォールブレイカーを、まあいろいろ試したんですよ。さっきね、ミルダムの方で3時間ほどやって、ね、生放送したんですけども、これがやっぱり一番使えた方がいいっていうところで練習したんですよ。でも絶望でお先真っ暗で、ね、麦ったんって皆さんご存知でしょうか。はい、麦選手ね、こちらの最強麦って方なんですけども、もう1位も取ってるし、もうエグいっていうね、方ですね。まあ聞いたことあると思いますし、皆さん好きだと思います。麦がですね、YouTube 再開しまして、概要欄に貼っておくのでよかったら見に行ってください。ここ最近ね、動画出ててなんか上げてこうと思ってますって言ってるので、マジで見てた方がいいです。うまいんで、うますぎるんで。で、その麦選手ね、まあ以下麦で話していくんですけど、麦が今度クララやりましょうみたいな話になって、ちょマジ俺ウォールブレーカー使いたいんだけど教えてよっつったら、マジいいっすよ、無限に教えますとか言って、ミグダブでね、さっき通話で教えてくれて、交互にやったりとかで1時間やってもらったんですよ。1時間麦選手に教えてもらったらウォールブレーカー今日はね見せたいと思います。今後もね、もうウォールブレーカーとか、まあデッキ、いろんなデッキね練習してってやるんですけども、1日ね3時間は絶対ミグダムでクララは配信するので、よかったら見に来てください。その、麦選手に1時間ね教えてもらった腕前を、皆さんに見せたいと思います。さあ、まずはザッピーか。ただね、むずいね、高回転。やっぱり剣詰氏に高回転のイメージないでしょ。いや、マジでね、環境って神だからね、本当に。せっかく近くにさ、やっぱりそのうまいさプレイヤーがいて仲良くしてくれてるから、そうやっぱ教えてもらった方がいいなと思ったし、いや革命っすね。これは、ディガーとハンターも切ったけど、あいつ守れねえ。ロリババやりすぎくれ。背後メガナイトか。なるほどね。これはボムタワーですね、もう。あ、でもこれワンチャンあれか。いや、でもボムタワーでいい。これは、両サイド受けたいから、両サイドのこのボムタワー。なんならやりこぶでキング起動までセット。ですね、これセットでキング起動してからの、はい、ファイアボウッドで、まあ、まず下地をね、下地を作っといて、この後の、ロイホグをね、まあ、軽く守っちゃおうっていう作戦でございます。ザッピーね、はいはい、悪くない悪くない。これでディガー飛ばして、ディガー飛ばしてボールブレイクいっちゃいます。キング起動イズ神なんで、マジで。ああ、デリバリーか、強いな。デリバリー強いな。でもキング起動もしてて、なおかつ普通にこれめちゃめちゃボムタワーが強いんで、多分大丈夫だと思う。勝てる気する。相性めっちゃいいっすね。ハンター、あ、コウモリセパして、メガナイトがいるからな、それが辛いな。ちょっとギガー飛ばしてウォールブレーカー、まあメガナイトでしょうね、これ。うん、メガナイト来ました。まあロリババ、ロリバじゃない、ローリングって言って、左ゴブ出しつつナイトで、
守ってあげて。はい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 、これで守れると。まあ、ディガーで削ってあげてボールブレーカー、まあデリバリーだよねこれ。さてどうしていこうかな、考えないとやばいぞ。こうでこうでこうでこうかな。バー攻めて5打ちます。はいはい、いい攻め。今の5じゃなくて打ってでもよかったな。でもこれ守れるんで、もう多分ロイホグが来るんで、でクエクまで来るからこれ。はい、両サイしっかりと振ってあげると。ナイトが逆サイド、メガナイト逆サイド来てるときは多分こんな感じだった方がいいな。しっかりと処理しに行って、まあハンター、お、これ入る、ドーンドーンで5ウッドで勝ち。まあ今のはねハンターとか、まあいい感じにいけましたね。ハンターが一応ボールブレーカー直当てで決まり、発狂してますねいや、さあということでね、続いて2戦目以降行きたいんですけども、ちょっと皆さんね違和感感じると思うんですよね。あの、昨日、一試合分だけしか動画撮れてなくて、あの、声が、今ちょっとなんかね、あの、エアコンつけっぱなしでやっちゃったんですよね。喉が、すっげえガラガラしてて、申し訳ない。誰お前ってなると思うんですけど、続きやっていこうと思います。さあ、ということで、ウォールブレイカーね、ここから、うまくなるおのね、あの、ウォールブレイカー2戦目でございます。まあ、1試合目ね、昨日の試合だと思うんですけども、まあね、しっかりとメガナイト相手に、キング起動、そして、まあ、あの、相性遊戯っていうものをしっかりとキープしてね、やっていきました。まあ、クララってゲームね、まあ、突き詰めれば、相性がいい、悪いだの、みたいな、あるんですけども、ぶっちゃけ、相性いいやつに、勝ち切ることが、このゲームめっちゃ大切なんですよね。なんで、まあ、相性表示ではないですけど、そういうのもなんかね、紹介できたらいいかなと思います。環境デッキの、まあ、主な相性表だったりとか、皆さんに、さて問題です。ここのデッキとここのデッキはどっちが相性いいでしょうみたいなやつがね。なんか、面白そうだなと思って。はい。ということで、ナイト出しつつ、今日の夜ね、生放送いろいろあるので、この後で、ね、見に来てください。クララの生放送も、しようかなと。毎日ね、基本3時間は、2月、クララの生放送しようかなと思ってるので、はい、よかったら、見に来てください。おっと、相手の一気すごいな、これ。相手の一気すごいけど、どうだ。わお。まあ、こうかな。はい。強要ですね、強制。なんか、やばいデッキなんですけど、まあ、今の、なんだろうな。やれることって全部やったんですよ。これ、ナイト出しても無理か。バルーンに、ボムタワー出して、で、ヤギゴブ出して、まあ、ローリングウッドとかなかったんで、やれることって全部やったんですよね、さっき。それで守れない。まあ、それしかもうできないんで、まあ、5打つってのは一応あるんですけど、5は、やると守りすぎなんですよ。なんで、守るエリクサ以外すべてウォールブレーカー。もう守るエリクサ以外すべてウォールブレーカー。これですね。はい。これでやっていきます。これはローリングッドだけで処理ですね。ローリングッドで処理。はい。で、ヤギゴブ出しといて、ウォールブレーカーは、まあ、落ち着きつついきましょうか。よいしょ。まあ、バルーンが来たら。あの、ボム出しといて、これ。で、多分逆線来るんかな、これ、バルーン。で、これ、ファイボですね。なんかもう相手のデッキ、よくわかんなかったっすけど。まあ大丈夫と。すごいな。マジで。やっぱボムタワー最強だから俺。ボムタワーマジ最強。このバーンで飛ぶからね。
ボムタワーの使い方がね、まだむずいっすね。うん。さあ、ということでラストいきましょう。いや、マジでね、ボムタワーをね、俺全然使ってないと思うんですけど、ちょっとね、はい、2月ね、いろんな動画挑戦しとこう。よし。まずはコモスパからいこうかな。マジ、クララワガコワルドシリーズが、なんか、ハンターハンターと同じ扱いされたのめっちゃじわるんだけど。マジで。マジで。生放送とかでもね、いろいろ話してるんですけど。さあ、相手のタワーすごいな。相手のタワー。これなんかさ、今シーズンの新しいスキンだけどさ、めっちゃ桃鉄っぽくないっすか？ボンビーみたいな。わかる？ボンビーって。そう、めっちゃ桃鉄っぽいんですよね。ホバリング。はい。まあ、ちょっとね、基本このデッキ確かナイトコウモリ組むのが強えんで、これ、相手あれかな、クローンかな、ボムタワー一応甘いとこか。ぽいな、これ。ウッドまで行くわ。あ、なるほど。今のワンチャン、スケブ来たら美味しいなっていう。オッケーオッケーオッケー。まあこれ守れると思うんで、さっと打たれても大丈夫でしょ。守れないんで、はい、これで放置。スケブはいない。キョスケ、ムート、ホバー、ゴブオリー。ん？クローンだと思いたいけどな。大事なのは逆サイ。あ、美味しい。美味しかったな、今の。ホーパーもいる。ボボーリもある。一応こうかな。いやー、ちょっとこれ痛いか。難しいな。ただこのコウモリが強いから、うん、鳥に使わせて。そう、お風呂が湧く。お風呂が湧く。オッケー。ボムタワー出しておいて。こうかな。はい、風呂が湧いてくる。やばい。ムートがやばい。あー、でも、勝ったわ。いや、難しかった。最後怖かったな、今。もう、右上さっさと落とすべきだったな。くそー。いやー、難しい。マジで難しいよ。ちょっと黙っちゃうしなー。さあ、ということで、こちらのね、公開対ウォールブレイカーどうでしたでしょうか。まあ、イメージとしては、守りながら攻めるっていうデッキなんですよ。で、特にこの高回転なんで、
ボムタワーもガンガン使っていいし、なんかナイトとかも攻めで使っていいしみたいな感じなんですよね。だからね、その、こう、なんだろうね。塩梅が難しいというか、こんくらいで守れて、こんくらいで攻めれば OK っていう、そのラインがね、まだ俺の中では難しいので、まあ、うまくいくときは結構うまくいくんですけど、もっとこう完璧な、こう程よい量、もう絶妙な攻めの量と、絶妙な守りの量みたいなのを、まあ、どんどんこう習得できたらいいかなと思っていて、こちらのデッキ、まあ、練習していこうかなと思っています。今日もね、夜、多分9時行こうかな。3時間ぐらいこのデッキを練習しながら、まあ、喋ったりすると思います。今シーズンね、このデッキ以外にも、ね、どんどん練習をしていこうと思うんですけど、まずはね、このデッキに着手してやっていこうかなと思うので、よかったらこの際にね、一緒に、このデッキで練習してみませんかと。いったところで、今日のね、動画を終わります。改めてね、麦ったん、はい、麦選手こと麦ね、はい、麦ちゃんこと麦、YouTube ね、よかったら登録してみてください。たまにミグダムで、コラボ通話で、教えに来てくれるんで、はい、本人多分、動画では声出し解説は多分しないですけど、プレイはね、本当に芸術だと思ってるので、ぜひ、登録してみてください。では、おつみしバイバイ、またねー。